木瀬部屋木瀬部屋は、日本相撲協会所属で、出羽の海一門の相撲部屋。かつて、伊勢ヶ浜一門にも、同名の部屋が存在したが、系統的つながりはない。2002年11月場所限りで現役を引退して、以降は、三穂が関部屋の部屋付き親方となっていた年より11、11代。 木村世平が2003年12月1日付で7人のうち弟子を連れてみほが関部屋から分岐独立して木瀬部屋を創設した。以降、多くの学生相撲経験者を弟子に迎え入れ、市原やガガ丸などの関取りを排出し、各界有数の大部屋へと成長した。2017年11月場所の宿舎では、一般的でない三面土俵を採用しており、11代、木瀬は、 自分が現役の頃は土俵の取り合いでたくさん稽古するには朝5時頃から始めるしかなかったが3名あればいくらでもできる。今は7時から始められてしっかり睡眠時間も確保できると談話を残している。部屋の設備にはこだわり抜いており11台キセは稽古場に冷暖房を設置しているほか稽古場をビデオ撮影して稽古などを管理しており さらに土や水にもこだわっており、殺菌効果や可能しにくい性質がある酸性水を稽古場に撒いている。部屋の名前と師匠の通称が規制となっている理由は、木村が行事の加盟であることから区別をするために木村と世代らから一字ずつ取っていることによる。同様の例に四季秀がある。2010年5月、2009年7月場所において、 暴力団幹部らが一般では入手できない、異人席で感染していた問題で、日本相撲協会から整理券の確保に関与したとされる11代規制に、対して役職を委員から平戸しおりへに階級降格、部屋の所属力士27人は、ではの海一門預かりとする処分が下された。これにより部屋は閉鎖されることが決定し、同年5月29日には、受け入れ先が、 同じではの海一門に所属する北の湖部屋に決定。同年5月31日に一度を預かり願い、届けが提出され、正式に部屋は閉鎖された。2012年3月場所中に行われた日本相撲協会理事会において閉鎖処分の解除が決定し、北の海部屋の部屋付き親方となっていた11代、木瀬と力士26人が再び移籍して、 同年4月1日付で木瀬部屋が再開された。この時、閉鎖期間中に北の海部屋へ入門した上皇流らも木瀬部屋へ移籍した。2016年5月8日に師匠の交代に伴い、高野花一門所属になった地下の裏部屋から13代稲川が移籍して部屋付き親方となった。2020年1月場所で部屋の力士として初めて伊佐尾昌龍が、 幕内最高優勝を果たした。小結戦闘1942年5月場所限りで引退し、以降は伊勢ヶ浜部屋の部屋付き親方となっていた年寄り、八代北人が1948年5月に名跡変更して、年寄り九代木村世平を襲名した。九代木瀬は伊勢ヶ浜部屋の部屋付き親方として更新を指導する一方で、 一般人に相撲を指導する相撲連成道場を開いていた。その後、相撲連成道場の門人が大相撲入門を志願したために、1956年9月に文家独立する形で部屋を創設した。九代は伊勢ヶ浜部屋の所属力士で、自身の娘婿となった清の森が1967年5月場所にて引退した際に年寄り名跡。 木村世兵を城として廃業し、真の森は年寄り、十代、木村世兵を襲名して木瀬部屋を継承した。その後、九代は、相撲連成道場の運営に戻り、さらに銀合道の道場を起こしている。十代は部屋の師匠を務めた時代には、小結、青葉山に十両、天津吉山といった関取や、相撲神区の名手として知られた幕下、大野川といった力士を輩出した。 2000年4月20代が定年退職を迎えるため、その直前となる同年2月に部屋は閉鎖され、所属力士3人と床山1人は桐山部屋へと移籍した小結十両。ありがとうございます。